見えないと思う。あれ見えない。あんまり聞こえないけど、ただ話しやすい。ちょっと、ちょっと、ちょっと、え、今おいくつですか？今19。結婚してるんですよ。奥さん。え、いつ結婚したの？ちょっと新婚だよね。まあ俗に言うほやほや。新婚ほやほやなんで。私喜んでた。そういうのもあって今日ちょっとやっぱり歩いてたりするもん。まあ気分転換に。お買い物目的でした。もしかしたらちょっと誰かに声かけられちゃったらその勢いで行っちゃおうかなみたいなの考えていた。そういう気分になってきちゃった。ちなみにその浮気が発覚する前までは普通にラブラブな新婚生活だった。いや、そうですね、普通に自分はラブラブだと思ってた。私がそう思ってた。まあ、でも相手もその時はそういう感じだったんでしょ？だと思いたいですよね。でもその時にすでにもう、え、ってことは2ヶ月ってことは結婚前から続いてた人ってこと？うん、ですね。それ相手の子もちょっと立ち悪いんだよ。そうですね。そうですね。でもある意味早めに気づいてよかった。うん。うんって。でも今後のなんか対策とか考えたの？相手の方がしっかり、ね、そうですね、様子見で。ちなみに AV は何を分かってたんですか？どういうことですか？分かってますかね、はい、まあ、その、なんていうんですかね、一通り、エッチなこと一通りするんですけど、うん、新婚ほやほやなんで。そういうのもあって今日ちょっとプラプラ歩いてたりするもん。まあ気分転換にちょっとお買い物しに行って。お買い物目的でした。もしかしたらちょっと誰かに声かけられちゃったらその勢いで行っちゃおう。考えていた。そういう気分になってきちゃった。ちなみにその浮気が発覚する前までは普通にラブラブな新婚生活だった。いや、そうですね、自分はラブラブだと思ってた。私がそう思ってた。まあでも相手もその時はそういう感じだったんでしょ？だと。今おいくつなんですか？19。結婚してるんですよ。奥さん。え、いつ結婚したの？2ヶ月前に結婚した。ちょっと待って。新婚だよね。まあ俗に言うほやほや。